サバワのビブリオラジオです。この番組はサバワークスのエンジニアにおすすめの本を伺っていく番組になります。私はナビゲーターを務めますサバワークスでエンジニアをしております紅林と申します。本日のゲストは、プロセスエンジニアリング部かな、先は橋本さんに、来ていただいています。で、橋本さんよろしくお願いします。はい、プロセスエンジニアリング部の橋本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介お願いできますか。はい、平たく言うと社内 SE の部隊に所属している人間です。SaaS とかをはじめとした社内のシステムとかそういったところの面倒を見たりもしますし、たまにはそのシステムの開発、たまにはってわけでもないですね、システムの開発とか保守っていうところをやったりもします。メインの仕事を、そうですね、作って保守するっていうところがエンジニアリングなところではあるんですけど、それ以外にも直接のうち、私にとってのクライアントである社内の別部門の人たちとのなんかコミュニケーション、ヒアリング、要求のヒアリングみたいなところとか、そのからの要件定義であるとか、そういったところに、最近は割と比重が寄りがちかなと、なんかそんな感じの仕事をしてます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今のお話ですと、技術領域的には、プログラミング的なところですか、インフラというよりは。そうですね。はい。はい、わかりました。一応簡単に、キャリアも伺ってるんですけど、エンジニア歴的なところで言うと、ずっとアプリケーションエンジニアなんですか？ですね。私、新卒で入って多分8年ぐらい経つんですが、うちの会社の最初の1年っていうのが、新卒だと1年研修に充てられるので、実務的なところでは経験がそんなにはないんですね。案件とかにも OJT という形で入らせてはいただきましたが、ほぼなくて、実質7年間ぐらいですと。で、そのうちの最初の1年間は営業をやってました。で、あとその次の多分 2年か3年かですかね、ぐらいは、運用関係の部署にいまして、なんでしょうね。どっちかっていうと、その手順書ベースで、なんかそのいろいろその仕事、運用仕事やるようなところの部隊を、その現場のスタッフメンバーであったり、あるいはそのチームリーダー的なところでやってたり、みたいなところでその、運用の仕事をやってましたと。で、社内 SE 的なところで活動するようになったのが、それ以降のなんか3年、4年間ぐらいなのかなと思ってて、はい、その期間の時に、その今の喋ったような、SaaS の面倒を見ていい感じにしましょうであったりとか、業務システム、内製が必要なところは作って面倒見ましょうであったりとか、そんな感じでやってます。はい、ありがとうございます。実はですね、私も中途で入った時に橋本さんが新卒で入ってらっしゃってたのを覚えてて、はい、なかなか優秀な新卒がサーバークスにいるなと思いながら、そうだったんですか、思ってます。はい、そうです。そういえばでも確かに入社時期比較的近い、ね。あ、そうです。そういえば。そうです。橋本さんが入社した4ヶ月後くらいに僕が入ったのかな。はいはいはい。はい。そうでしたね。お互い、はい。だいぶ社歴的には出てらんない。そうですね、立ってきましたね。はい、上場する前でしたもんね、サーバークスが。そうですね。50人前後とかぐらいでしたからね。そうですね。はい、上場に向けて、こう、過渡期みたいな時期に2人とも入った気がしますね。はい。ベンチャーでした。でしたね。はい。じゃあ、簡単にご経歴伺ってきましたので、早速ですが、本の話に入りたいと思います。事前に4冊ほど本を伺ってまして、順番に伺っていきたいと思うんですが、1冊目は、こちらの、デール・カーネギーさんの人を動かすという本ですが、こちらは簡単にどんな本なんでしょうか。はい。デール・カーネギーという人がとても有名なので、ご存知の方もきっといらっしゃると思います。この人を動かすっていう本と、もう1冊、放題で道は開けるっていう本があって、これらが、いわゆる現代でその自己啓発って呼ばれるようなジャンルの本の、多分元祖と言って差し支えないぐらいの先生家の方だし、その本だという位置づけになります。なので、すごくざっくり言うと自己啓発の本です。特に人が壊す、すいません。はい、人が壊すの方は、特にコミュニケーションとか、その人との関わり方、みたいなところに重きを置いていて、後者の道は開けるという本は、その自分の中の悩みとか、その内面、自分の中の内面的なところにどう向き合うか、みたいなところにその気持ち、比重を置いている本かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。なるほ
ど、ちなみにこの本はいつぐらいに読まれたんですか？これはですね、いつぐらいだったかな。まあ、大学生の、まあ、3、4年ぐらいの年なんだったと思うので、多分まあ21から2の間だと思います。あ、結構昔というか、ね、昔に読まれたんですね。はい。なるほど。この本の特に面白いというか、今でもおすすめしたいと思われているポイントってどんなところですか？おすすめ、おすすめの代わりに、私がなんでこの本を読んだのかってところを喋らせてほしいんですけど、いいですか？はい、はい、どうぞ。あのですね、私、大学、もともと高専卒だったんですけど、大学入ってから、まあ、ちょっといろんなトラブルが立て続けにあって、ひどい鬱状態になった時があったんですよ。で、まあ、1年以上、割とリアルに外出れないぐらいの状態だった時期があってですね。で、その時期にこの本を読んだんです。で、まあ、その時のトラブルで何があったかっていうと、まあ、ちょっといろいろあったうちの一部なんですけど、まあ、人間関係ミスったみたいなところがありました。何かっていうと、まあ、例えば、そうですね。とあるコミュニティの中で、まあ、なんか、もっと良くしたいなと思って活動するんだけど、なんかこう、気合が空回りしちゃってる人みたいなのは、いるんじゃないかと思うんですけど、若気のいたりとかで。まあ、私もそんな感じのことをやらかしてて、まあ、なんかこうしたらもっといいんじゃないかっていうところの伝え方をミスったせいで、まあ、周りとそのすごい衝突して、なんか俺は正しいこと言ってるんだから言うこと聞けぐらいの、多分それぐらいの厚かましい感じが出ちゃってたと思うんです、当時振り返ると。まあ、そんな感じの、なんかこのイキり散らしてたから当然周りにも受け入れられずみたいなことがあったりして、まあ、それが一つ沈むきっかけでものトラブルではあったと。まあ、こうやって喋ると私の完全なる自業自得なんですけど、まあ、でも結構そこがその落ち込む契機としてはでかかったんですね。で、まあ、落ち込んでしばらく経ってからこの本を見たんですよ。で、それで見てみると、人との付き合い方において、まあ、こういうメンタルでいなさいとか、そういったところのアドバイスっていうのが、こう、書かれていたりすると。まあ、そうですね。例えば、ちょっと原文でこんなこと言って、その著書でもともとこんなこと言ってたかどうか覚えてないんですけど、まあ、人は人だから、その、変えようなんて思うなとか、変えられるのは自分の行動だけですからねみたいな話とか、まあそういうところですかね。そのまあそういうメンタルみたいなところを教えてもらって、ああこれはその俺あかんなっていうふうに思ったんですよね、当時。まあその当時のメンタル状態として、そのまあとてもやあれだったので、なんか内罰的というか、やっぱ俺はダメだみたいに思ってた時期でもあったので、よりまあそこら辺がそういう気持ちで刺さったかなっていうふうに思って、で受け止めた結果、まあ自分のこれまでのコミュニケーションのあり方というかっていうのが大いに間違ってたというか、まあいきり散らしてたなみたいなところに気づいたっていうのがあって、でまあそこからまあ割と徐々にそのうつ状態からは抜けていくんですけど、なんか人との関わり方とかコミュニケーションの取り方っていうところを考える上で、まあ私はその土台にあるものがこれだというふうに思っています。なので、まあ全てそのコミュニケーションスキルとか、まあ啓発系とかっていう本って世の中にめちゃくちゃたくさんあると思うんですけど、まあ結局、その原点であるこの本を最初に読めばいいんじゃないかなというふうには私は思っていて、まああと、やっぱりそういう本っていうのが興味があって、私も今でも別の本読んだりするんですけど、すべてのやっぱり本読んでも礎ってここにあるなっていうふうに思ってて、私の中では、まあ、読み解く上でも。それからその、この後挙げるアサーティブコミュニケーションっていう本があったりとかするんですけども、まあそこの本とかを読み解く上でも、やっぱりここの考え方が私は礎にあるなと思って、で、その延長でなんか素直に、ああ、なるほどなって思えた部分があったんですよね。まあ、なので、そのコミュニケーションという部分、あるいは考え方、ですかね、っていうところにおいて私の全ての礎になってるのがこのデール・カーネギー先生の本になってます。へえ、なるほど。経験に裏付けされてるというかね、そこで救われたっていうことを聞くとやっぱ説得力というかいい本なんだろうなと思うんですけど、なんかこれまあ聞こうとしてたんですけど、自己啓発系の本ってでも本屋にいっぱいあるじゃないですか。はい。で、この特にこの本がいいのはやっぱポイントを押さえてるっていうところですか、その人を動かすっていう。これはです、はい。これはですね、まあ、これは後付けの振り返りになりますけど、小手先のハウトゥーを紹介してないです、この本。なるほど。
どう考えるべきかっていう原理原則とかそういうところを解いてます。そこら辺がやっぱり大きいとは思いますね。新章レベルのなんかその辺にある、このまあちょっと失礼ですけど言い方としては。だと、やっぱりその小手先のテクニックで相手を都合のいいように動かす。みたいな、そういう、なんて言ったらいいんでしょう。自分の利益のためのも、そのテクニック。みたいなことを解説している方もあると思うんですよ。でもそれってやっぱり、相手ありきのことなので、成立しないんですよね。この小手先のテクニックでのコミュニケーションって。その長期的な成功はないと思っていて。っていうところで言うと、割と私はその、じゃあ、なんでそうやるんですかとか、相手にも損させないようにしましょうであるとか、ちゃんとその続くコミュニケーションってなんだろうなって考えたときに、原理原則っていうものを知ってるかどうかだと思うんですよ。まあ、これは技術者でもそうですよね。基本知ってる人が応用を聞くっていうのは当たり前の話で、小手先の応用だけ知ってもしょうがないっていう。なので、その基礎の部分の考え方を仕入れさせてくれるのがこの本だと私は思っています。なるほど。いや、この本を読む前と後では結構そこの考え方というか、こういう原理原則があるんだっていうところで、自分が変わったっていう感じですか？はい、そうだと思います。なるほど。やっぱそういうところは、確か橋本さん、学生時代も情報系ですよね。はい。ね、で、まあ、エンジニアになられて、エンジニアになられてからも、こういうところが生かされてたるとかってありますか？まあ、2、3年目までは多分正直生きてたような気がしますね。まだ分かってなかったと思います。まあ、徐々に鍛えられたかなって思いますね、そこは。その、本に出会って瞬間になんかやっぱり、こう、なんか、衝撃走るみたいな体験はもちろんあるんですけど、やっぱりそれだけでは変わらないですね、なかなか。そういうところの考え方を仕入れた上で、やっぱりその、あ、この、まあ、後から、なんか実際のちょっとしたプチトラブルとか、あと自分の内省の機会とかを得て、こうすればもっと良かったんじゃないかみたいなことを考えていくうちに、なんかその、まあ熟成されていったというか、なんか自分の中ではそういう感覚に近いと思います。ああ、なるほど。で、読んでから、まあ頭のどっかにその内容があって、で、実践しながら、こう思い出しながら、洗練されていったみたいな印象ですか。はい、あ、そうですね。なるほど。いいですね。とか、確かに本とかね、映画とかもそうですかもしれないですけど、読み終わってからがなんか、読み始めてみたいなことを言いますけど、実践されてる感じがして面白いですね、うん、そうですね。まあなので、はい、この本がその全てのきっかけになったっていうのは間違いないかなと思いますね。あとはまあ他のその本とか、多分いくつかちょっと本ピックアップして今日あげれるかわからないんですけど、まあ2冊ほどそのこの何年か後に読んで、あ、いいなと思った本があって、まあその辺も結構私の考え方なんかその議論とかその仕事上のコミュニケーションの考え方の指針にはなってるかなって思ってますね。なのでこの本だけではないとは思います。なるほど、わかりました。ちなみにですね、まあ、テーマ募集したときは新人エンジニアにおすすめの本って形ではしたんですけど、まあ、例えば特にこういう人にこの本読んでもらうといいんじゃないかっていうのはありますか？そうですね、これは難しいな割と私は万人におすすめできる本だと思います。まあだけど、自己啓発っていうジャンル自体にもやっぱり好き嫌い私あると思いますし、そういう人が多分読んだとしても、多分それは受け付けないだろうなと思うのを思います。あとは、まあ、過去の自分の経験から鑑みると、肩肘張ってんな、生きってんなっていう時にこの本読んでも、多分いい感じに捉えられないと思うので、具体的にそういうコミュニケーションで悩んでて、ネガティブになるような自分がいるとか、はい、そういう行き詰まった感じを抱えてる人にこそ読んでほしいかなって思いますね、私は。ああ、なるほど。その、なんて言ったらいいんでしょうね。作品の受け取り方って、やっぱりその時のテンションによって違うじゃないですか。まあ、本だろうと、その、まあ、アートの作品だろうと。やっぱりそれをその受け取りやすい、コンディションっていうのはあると思うんですよ。うんうんうん。で、まあ多分そのイケイケなテンションでやってる時っていうのではないと思います。この本を。私が読んだタイミングからすると。まあそんな感じです。なるほど。ありがとうございます。まあでも僕も自分を振り返っても新卒1、2年目の時は結構ギラギラしてたというか、なんかちょっと生きてたかもしれない。その、いいことを覚え出したり、ね、なんか夜できるようになっていくから、
ちょっと、はい、先輩に対して失礼な態度、なんか、舐め腐った態度取っちゃったりみたいな。そうですね。いや、僕も後悔はいくつもありますって思い出したくないけど。私も思い出したくないです。まあでも多分、みんなあると思うんですよ。で、2、3年目、4年目ぐらいでね、ちょっと気づくタイミングとかあって、あ、はい、良くなかったなと。まあ、そういうとこに読むとちょっといいのかもしれないですね。はいはい、新人エンジニアっていう意味だと。そうですね。自分の中でそのちょっとネガティブになるような悩みが出てきたタイミングで読んでもらいたいと思いますね、私は。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の本をいきたいと思いますが、さっきちょっとちらっと話にも出たんですけども、アサーティブコミュニケーションという本に行きましょうか。はい。こちらどんな本なんでしょうか。これですね、私最近読んだんですよね。アサーティブっていうワードってなんか割と、何でしたっけ？結構なんかどっかで聞いたような記憶が私の中であったんですよね。そのコミュニケーションスキルとして。カウンセリングとかの文脈だったのかな。まあちょっとそれで気にはなってて、まあちょっと文庫本サイズだし買うかみたいな感じでノリで買いました。特にきっかけはないですね。なんかアサーティブってワードがちょっと引っかかってたぐらいで。へえ。なんかでも私この本読んでみても絶対手に取らないと思うんですけど、まあでもちょっと気にはなるんですね。こういうコミュニケーション系の本は常にウォッチしてるというかな、ちょっと気になってるって感じですか。まあそうですね。やっぱり。その自分もその相手に対して不快な思いさせたくないですし、結局そのお互いまあ丸く収まってそれで気持ちよく仕事ができるならそれが一番だってふうに思うので、私は喧嘩しないで済むならしたくないですし、まあってことを考えた時になんかそういったものが目に留まりやすいのかなという気はしますが。あ、なるほど。はい、まあ、この本を上げていただいたのはどういったところが、ポイントだったんでしょうか。はい。まあ、最近読んで面白かったからっていうのが一番なんですけど、そうだな。これも、コミュニケーションを取るときによくある、良くないコミュニケーションっていうのを挙げてて、それが結構、あ、体系化されてるな、いいなと思ったっていうところがあるんですよ。何かっていうと、その、コミュニケーションするにあたって、まあ、自分のことを表現しなきゃいけないと思うんですね。そのときに、表現の仕方として、その、いくつかの類型があると。何なのかっていうと、まあ、よくあるのは、その喧嘩仕掛けに行っちゃう攻撃的な表現っていうのがあると。まあ、例えば、なんでお前できないんだみたいな、そのパワハラとか、そういうふうな文脈でなんか想像されるような、そういう直接的に攻撃をするような自己表現の仕方。プラス、反対に受け身的な攻撃っていうようなスタンスがあるんですよ。これ何かっていうと、そうですね。言葉選ばずに言っちゃうと、メンヘラムーブとかがそれに近い、類型に近いです。なるほど。はい、言いたいこと分かりますかね？その被害者ですっていうスタンスを出すことによって、相手からの配慮を引き出そうとするコミュニケーションとかが、なるほど、例えば、お気味的な表現。あるいは、そうですね。あと何があるかな？まあ、その、忙しいんだけどっていう態度を、その、前面から出してるけど大丈夫ですって、こう、その、声だけはそういう、みたいな。あとなんだろうな、もう一個あったと思うんですけど、うん、まあそうですね、その自分では口では言わないんだけども態度とかそういったものによってその拒絶が出ているようなものっていうのが、まあ受け身的なスタンス。すいません、ちょっと割と分かりやすい例えがあったんですけど今パッと出てきませんでした。なるほど。いや、僕もこの本読んだ方がいい気がしてきたな。ですね。あ、そうだ。私が特にこの中で受け当てはまると思ったのは、卑屈さが出ちゃってるコミュニケーションですね。卑屈すぎる発言って、気遣い通り越して、相手に対して不愉快なんですよね。うん。なるほど。その、謙虚と卑屈は違うじゃないですか。そうですね。で、私、それ卑屈が割と出ちゃう時があって、で、気を使おうとしたんだけど、やっぱりその卑屈さが出ちゃってるがゆえに、なんだろうな、必要以上にへりくだっちゃって、その、相手に逆に不愉快な思いをさせちゃったりとか、あとは、その場を丸く収めようとしすぎるあまりに、いらない遠回りをして、言いたいことが伝わんないし、回りくどくなっちゃう。よくありませんかね。立場の違う人とコミュニケーションを取って、接触しなきゃならないときに、気遣ってるつもりでなんか遠回しなこと言ったけど、全然まあ的を得てなくて、結局お前何言ってるんだみたいになっちゃう。
あれですね。なるほど。私その傾向あるんですよ。うんうんうん。で、そういうコミュニケーションするなという話がここの本です。うん、ああ、いいですね。なるほど。はい。これ私なりに解釈すると、あのですね、やっぱり、その、なんだろう。無邪気すぎるのはいけないんだけど、自分がなぜそう思ってるのかとか、どうしてほしいと思ってるのかっていう意思表明は、その攻撃的になるでもなく、あの遠慮しすぎるでもなく、卑屈になるでもなく、ストレートにそのまま言葉に出しましょうっていうことかなと思ってるんですよ。うんうんうん、結局その素直に誠実に、そのなんだろう、ねじ曲げずに言うっていうことが、とても私は意思疎通取る上で大事だと思うんですよね、うん。自分では配慮したつもりが、相手にとっては別にそんなわけな、そんなことなかったみたいなこともあるわけじゃないですか。もう本心から出た配慮であっても、相手からすると立場が違うので筋違いでしたみたいな。はいはいはい。でもそれって、こっちが遠回りするんじゃなくて、率直にやりたいことを、その言いたいことをなぜなのかとか、そういうことを言ってれば、相手もその、じゃあ、あなたはそう思ってるんですね。じゃあ、私はこう思ってますっていうふうに、コミュニケーション、素直にできたかもしれないものが、変な回り道、ねじ曲げたコミュニケーションを取ることで、こじれてしまう。っていうことが、まあ、私は往々にしてあったし、あるなと思ったんですよ。で、そこら辺を素直にもうちょっとやりましょうよって言ってるのがこの本です。なるほど。そうか。でこれ私ぶっ刺さったんですよね。なんか本当そうだなって思うし、でやっぱり改めて読んでみて、なんか言語化してもらった結果、うん、まあ自分に多分そのどっちかっていうとその卑屈寄りのなんか受け身的な部分の、あの悪さ、良くない部分が出ちゃってるというふうに最近反省したんですね。うん、なるほど。そうか。まあ大事ですね。はい、本当に大事だと思います。うん、大事ですね。確かに、もう人がそうやってるの見ると、おいおいって思うけど、自分も絶対やっちゃってるからな。はいはい。なるほど。うん。あるんすよね。いや、まあ、なるほど。いいっすね。はい。アサーティブってのはそういう意味なんですかね。アサーティブっていうのは。どうなんでしょうね。私、なんか、テストのアサーションとかの方を思い浮かべちゃうんですけど。あ、書いてある。アサーティブとは自分を主張するという意味だが、ほんとさっきの話か。うん、なるほどね。で、2022年発刊なんで、最近の本ってことですね。そうですね。まあなんか、やっぱり自分の思ってることを変に曲げずに、素直に言ってみようっていうことかなというふうな気はしますね。まあ人間関係、周りのそのコミュニティによっては、そういったこともしづらいっていう人がいらっしゃるとは思うのですけども。いやー、でも大事ですね。そうだと思います。本当大事な気がするな。なんかそういう、はい、曲がったコミュニケーション取ることでトラブルになったり、なんかもっと早く話進んだのになって思うこと、山ほどあるんですよ。うん、確かに。はい。でも、まあ、そういう経験ね、誰しもあると思うので、新人さんでもお勧めしたいですよね、こういう本はね。そうですね。まあ、これも何かしらトラブルにあってから読んでほしいですね。うん、わかりました。はい、じゃあなんか次の方に行こうと思うんですけど、何かこの本に関して言い残したこととかありますか？さっきのデール・カーネギー先生の本が下敷きにあって、この本が入ってきたなっていう感覚があります、私。ほう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 。まあ、あと、もう一冊ちょっと紹介できるかどうか分かりませんが、反応しない練習っていう本があって、へぇ、まあ、その本の内容も下敷きにあって、この本が大変興味深かったっていうところはあったかなと思います。なので、私の鑑賞したその順序として、その2冊があるよっていうところはありますね、このアサーティブコミュニケーション。納得できないところもあったんでね、実際。うん。なるほど。はい、100% そのまま、そのスッと受け取ったわけではないんですよ。うん、まあ、なので、はい、読み方としては、すごい参考になる部分もあったねっていう感じの読み方をしました。なるほど。さっきのカーネギー先生との関連で言っても、コミュニケーションに関する原理原則が頭に入ってて、でさらにこの本読んだらそういうこともあるなみたいな関連性ですか？うん、なんか地続きだなっていうふうな感覚を持ちました、うん。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の本に行きたいと思います。はい。ちょっと経路変わりまして、こっちから行こうかな。ユニコスという考え方。という本なんですが、ユニックスフィソロジーかな。はい、こちらどんな本なんでしょうか。
まあ、これもまた結構有名な本なんでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ユニックス、っていうとなんかコマンドラインでなんちゃらかんちゃらみたいな印象があるのかなと、まあ、当時の私の印象としてはあって、なんかそのパイプ使ってなんやかんやするみたいな、リダイレクト使いますとか。で、コマンド自体はそのシンプルで完結した一つのものなんだけども、そいつらをそのフィルターとして組み合わせていくことで、一つの大きな仕事をやりましょうっていう風な、そんな考え方で、ユニックスのツール群は作られてるんだよっていう本ですね。で、そういう哲学が、まあなんか、いいんじゃないのっていう風に紹介する本がこれです。ああ、なるほど。じゃあまあ、コマンドラインとかそういう実践的な本というよりは、考え方にフォーカスした本っていうことですね。私はそのように受け取りましたね、当時。なるほど。ちなみに読まれたのはいつぐらいですか？これは大学生のぐらいの時かなと思いますね。なんか大学図書館にこの本あって面白かったっていう記憶です。へえ、あ、でも大学生の時に読んだってなかなか偉いというかね、なんかコマンドラインとかの本はよく思いますけど、こういう、はい、思想的な本を読むのはなかなか進んでるというか。どうなんでしょうね。なんか入らなかった本山ほどありますけど、なんか大学図書館にそのユニックス、リナックスとか、それ系統の本結構たくさんあったんですよ。で、まあ私もちょうどそういうその、なんて言ったらいいんでしょうね。どっちかっていうとやっぱり、なんでそれがそう動いてるのかとか、なぜを知りたいようなたちなので、やっぱりその土台の部分か構成してるような話とか、思想とか、そういう部分に興味があって多分これが目に入ったんじゃないかと思います。なるほど。でもこの本読んどくとなんか、普段の Linux 触る上で、おお、こういうことかとか、なんか納得する部分とか、ってありますか？これはですね、Linux とか触るときじゃなくて、プログラミングの考え方に行きました。ほう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 。何かっていうと、まあ、大学生の時のプログラミング経験、まあ私は大したことがなかったので、なんか、なんだろうな。プログラミングのベストプラクティスみたいな本っていうのを読み漁ってた時期もあったんですよ。それこそデザインパターンの本とかね。はい、ギャング・オブ・フォーの。とか読んでて、まあ、よくありがちなのが、そういういい感じの本読んで、協調主義的になっちゃうみたいな、傾倒しすぎて。何でもかんでも、その、なんか、なんだっけ、ハンマー持ったら全部釘に見えるみたいなやつがあって、まあ、その、っていうのもあったり、あとは、そのメインルーチンが肥大化してきたら、サブルーチンに適切に分けましょうみたいなことをよく、必ず最初の方で言われると思うんですけど、分けるって何みたいなことが分かってなかったんですよね。分けるにしたっていろんな分け方があるじゃないですかっていう。で、じゃあ皆さんその辺の塩梅どうしてんのさっていうのが分かんなくて、全然腑に落ちてなかったんですよ。まあそれぐらいの初心者の時期があって、で、そこに対して一つの指針を当てたのがこの本かなって思います。あ、じゃあどっちか、まあ OS っていうよりはプログラミングするときに、こう、パッと頭に入ったというか、腑に落ちたというか。そうですね。ちょっと、原文忘れちゃったんですけど、その、まあ、和訳本の。一つのプログラムっていうのは、入力を受け取って、何かしらの副作用を伴う場合もあるけども、まあ、結果的に何かしら、入力を受け取って何かしらのフィルターを介して出力されるものであるっていう。まあ、例えば数学で言うとこの関数だったりするような、数学的な意味での関数ですね。であるというふうな解釈が書いてあって、それ見て私がなんか、こうかなりビビッときたっていうのがあったんですよ。入力に対して何かしらのそのまあ F 関数が走ってアウトプットがある。で、そいつらを組み合わせることで、それがなんかそのLinux でいうとこのパイプであったりとかするわけですけど、っていうので、私の中でそのイメージの構築っていうのがすごくできたんですよね。で、まあそれまでのプログラミング自分の経験を振り返って言うと、例えば、まあ、初心者の頃にオブジェクト思考っていう概念に出会って、まあ、やらかした失敗が、まあ、あるんですが、一個のクラスに対して、まあ、大きな責務を詰め込みすぎたり、わけのわからんシグネチャのメソッドを生やしちゃったり、で、その結果、このクラスって、外から見たときに一体何やねんっていうのが全くわからんみたいな。で、かつ状態持ちすぎてて、このクラスのデバッグがもうままならないみたいな。もうキメラみたいなクラスが出来上がっちゃうみたいなことを多分オブジェクト思考でやって、ハマった初学者の方、なんとなく心当たりあると思うんですよ。
で、私もそういう例に漏れず失敗をやらかしてて、その時に、なんて言ったらいいのかな。こう関数っていうその考え方を取り入れると、なんか内部状態がどうというよりは、なんか、ある入力があって、その入力が同じであるならば、いつ実行してもその関数は同じ出力を返す。みたいな振る舞いですね。まあ、要はステートレスってことですけど、まあ、関数型言語とかの思想ですよね、この辺って。の考え方で関数というものを切ってあげてれば、それってその挙動は予想可能じゃないですか。つまり、その分け、なんだろう、後から読んだ時にも、その機能の振る舞いというのは、分かりやすいものになると。で、それがそのぐちゃぐちゃしたキメラクラスとか、内部状態に応じてなんやかんやしすぎるような仕事、その関数あるいはクラスを作ってきた自分にとって、福音だったっていう部分があってですね。で、まあ、どっちかっていうと私、オブジェクトとか、その、まあ、クラスとか切るよりは、関数型に近いプログラミングスタイルの方が好きなんですけど、まあ、そこら辺もあるでしょうね。なんか、この本の影響とか。その、単体の機能自体は、その状態を持たない関数として振る舞いましょうっていう。で、かつ小さく切り出しましょうと。で、そいつらを組み合わせることで大きなユースケース、業務上の関心事を実現しますと。いうふうな思想で作っていくと、その、モジュール切った、まあ、サブの機能っていうのが分かりやすいよねと。なるほど。いうのがあって、その辺が私にとって、その、なんか、アハ体験だったというか、開けたなと思って。そうなんですね。結構そういう、じゃあ、ソフトウェアのなんか思想というか、そっち系の話も多いんですね、この方は。そうですね。なんか、そういう仕組みで、哲学でやってんだぜっていう。へぇ、なるほど。まあ、2001年出版でね、日本では。古いですけど、今でも十分通用しそうですね。てか、ユニックスも生きてるし。はい。なるほど。はい、今大学生の時に読んで、ビビッと面白かったということは、やっぱ新人さんにも読んで、随分お勧めできる本って感じですか？これは、そうですね。私はソフトウェアの分野だったので、まあなんか、プログラミングとかをやって、ものを作り始めた人とかには、ぜひお勧めしたいかなと思いますね。まあ、万人にというよりは、はい。なんかその自分の刺さったシーンではこうでしたっていうところ。で押したいかなと思います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。次の本に行こうと思うんですけど、なんかこの本で言い足りなかったこととか他にありますか？そうですね。やっぱり、なんだろうな、テクノロジーとかいろんなものが進化しますけど、原理原則っていうのは簡単には廃れないなって思いますね。ああ、いい言葉ですね。先週の小倉さんも同じこと言ってましたよ。まあやっぱそういう、なんでしょうね、小手先のまあ応用っていうところにばかり噛みつくのではなくて、まあかじりつくのではなく、そういうその根っこ根本にある土台思想とか、そういうのを鍛えてくれるような本っていうのは本当にまあ良書なんじゃないかなというふうには思いますね。で、この本は間違いなくその類の一冊だと思います。なるほど、それも全く同じこと言ってましたね。ですよね。特に今ってもう技術の移り変わりが早いですからね。そこばっか追いかけると結構辛くなってくるかもしれないですけど、はい、こういう本とか読んだことね、ちょっと製品というか土台になるかもしれないですもんね、自分の中の。はい。はい、ありがとうございます。では4冊目、一応最後の本に行きたいと思います。4冊目は、これまたちょっと打って変わって、Python Professional Programming という本なんですが、こちらどんな本なんでしょうか？これはですね、まあ読んで字のごとくですね、なんか Python でそのいい感じのものを作ろうとしたときにこの本読んどくといいよっていう本です。エキスパートになるための本っていうのが多分各言語でその金字塔みたいな本あると思うんですよ。Python の中での金字塔がどれなのかって私はよく知らないんですけど、まあ多分これ候補の一冊に上がるぐらいの本だとは思いますね。なるほど。Python の本なんてほとんど読んだことがないんですけど、まあ、第3版だから、まあ、ロングセラーっちゃロングセラーなのかな？そうですね。なるほど。この本が他の Python、まあ、Python もってめっちゃいっぱいあると思うんですけど、特にいいポイントってどんなとこですか？
まあ、これごく個人的な視点になるんですけど、各言語でやっぱり、なんか野良の、まあ、開発者が作った、そのライブラリパッケージっていうのが公開できたりするじゃないですか。Ruby であればその Gem のところに、Gem でダウンロードできるようにしますとか、Python であれば PyPI に登録することで、その pip コマンドでインストールできますみたいな。まあ、パッケージインデックスって呼ばれるものか、あれは。まあ、NPM とか。そういう、まあ、開発者やってるんであれば、やっぱりそういうところに自分のライブラリ作ってみたいっていう欲求ってあると思うんですよ。その、自分でいろんな人に使われるようなソフトウェアを出してみたいみたいな。そうだよね。で、私にとってそこがずっとそのハードル高かった部分はあったんですよ。やったことない人からすると、パッケージインデックスに登録するだみたいな部分があって、ずっとハードル高く感じてた部分を乗り越えるきっかけになったのがこの本なんですよ。へぇ。で、その、なんだろうな。ちょっと他の言語のことわからないんですけど、パッケージインデックスに自分のそのソースレポジトリっていうのを登録して、パッケージとしてダウンロードしていただけるようにするために何が必要かっていうと、パッケージインデックスに登録するマニフェストみたいなものを、なんか定型的にやんなきゃいけなかったりとか、まあ、あるいはテストとか、書いてそれなりにやっぱりクオリティ保証したいですよねっていう部分とかっていう部分があると思ってるんですね。決してその書き捨てのプログラミングだけでやるようなところではそこには到達できないと思うんですよ。で、これまでの私のやってきたプログラミングっていうのはもう動けばいいやとかテスト書きませんとか、まあそんなものばかりだったので、やっぱりそこには壁があったんですよ。でも、この本を読んだことで、そのマニフェスト的なものっていうのが setup.py っていう、まあそういう決まりのファイルがあるんですけど、まあその辺の書き方って、あんまりそのドキュメントとしても細かく書いてくれてないんですね、公式が。まあもちろん調べればあるんですけど、そんなには書いてないんですよ。まあ平易ではなかったっていうのがあって。で、つまずいてた部分があったりして、この本読みながらやっていくことで、私初めてその PyPI にパッケージ登録して、その一般公開できるライブラリ作れたんですよね。まあだから OS、自分で作ったちっちゃな OSS ライブラリみたいな。っていうのが、まあちょうどその時もそのテストっていうワードもさっき出したんですけど、ちゃんとテストコードもそこそこ書いた上で、なんかやることができたんですよね。で、まあ壁を乗り越える手助けになった本として、この本がとても印象が強く残っている。まあそんな感じです。へぇ。じゃあどっちかというと中級者向けの本になるんですか？になるのかもしれません。とはいえ私結局そこの部分でお助けしてもらった部分があって全部読んだわけではないんですよね。はいはいはい。目次ざっと見る感じでも中級者向けっぽいですね、うん、文法というよりはなんか周辺の、ね、はい、ツールとか開発の仕方とか書いてある、はい、あ、そうですそうです。そのお仕事でプログラミングするようなエンジニアの人が実務に耐えるようなものをやろうっていう、なんかそんな本になってますね、章立てが。ああ、なるほど。いいですね。入門書はめっちゃ多分いっぱいあると思うんですけど、こう中級者向けの本って意外とないですね。ないですね。やっぱ、ハローワールドできるけど、第2歩目が何なのかっていうところで迷う人がたくさんいると思うんですよ。多分これ、第2歩目ではないですね、これ多分。もうちょい先にあるとは思いますけど。はいはいはい。確かに。なんかもうちょい先になると、もう、ハッカーの皆さんは自分で解決しねっていうノリで、あんまり本になってることが少ない感じもするんですよね。Ruby とかあんのかな、はい、そっちも中級者向けの本見たことないんですけど。なんかありませんでしたっけ、そのプロフェッショナル系の本。あるんですけど。プロのためのなんちゃらかんちゃらみたいな。ああ、伊藤潤さんの本かな。多分。あれも、どっちかというと文法寄りの本で、パッケージ開発とかはあんまり見たことないですね。なるほど。そうそう。最近、研鑽 Ruby プログラミングっていう上級者向けの本あってましたね。それもまたどっかで紹介したいけど。うん。なるほど。これはじゃあ、まあ、新人さんというよりどっちか、もう少し、入門から少し進んだ人にお勧めしたいって本って感じありますか？そうですね。書き捨てで動けばいいやぐらいの感じで、プログラミング、するところに限界を感じているような人にちょっと手に取ってみてもらうといいかなという気はしますね。ただ全編通読するような本でもないと思うので、まあ流し読みでいいとこは流し読みで、なんか、興味あるとこだけピックすればいいような本だと思います。まあでも十分有益だと思いますし。なるほど。
確かに目次見ても、一つはチーム開発、一つはパッケージ構成とか、結構独立してるというかね、話題が。はい。という気もしますし。そうですね。なんかプログラミング系の本で、課題管理とレビューとか珍しいですね。そうなんですよ。うん。なんかいい本っぽい気がするし。はい。なんか、本当になんか実務意識してるんだなっていう感じがあって。まあ、ドキュメントのことも書いてる。あ、すごいな。面白そうですね。てか、これ Python でない人でも読んでも、うん、実は結構学びがあるんですかね。面白いと思いますね。なんか、こういう章立ての仕方してる本って、私が知る中でも結構珍しい印象があるんで。本当ですね。CI/CD も入ってる。パフォーマンス改善もある。あ、すごいな。結構濃密ですね。はい。あ、機械学習もあるんだ、今。すごいですね。あ、なんかでも、僕、Python も書かないですけど、やっぱ AI 系ってなると、もう Python 一択だから、どっかでやんなきゃなと思いながら、手が出せてないんですよね。あれね、なんか、概念理解する時点で難しいですからね。ああ、なんか AI とかディープラーニング系の本とか読むじゃないですか。はい、サンプルプログラミング動かしてみましょうってなると、ほぼ 100% Python じゃないですか。ほぼそうですね。PyTorch とか ね。はい。うん、そうそう。うん。そこでうってなっちゃうんですけど。わかります。はい。出ます。サーバーワークスの新人さんって見ても、サーバーワークス基本、標準 Python でみんな書いてますもんね。そうですね。ってみたら、うちの会社で、勉強していた新人さんでも、どっかのタイミングで読むと面白いかもしれないですね。うん、そうですね。初めの一歩では間違いなくないと思うんですけど、うん、このやっていこうとした時に役に立つ本では、その傍らにおいて役に立つ本ではあると思うので。うん。わかりました。ありがとうございます。一旦4冊、ざっとかかってきたんですけど、なんか、言い忘れたこととかあったりしますか？そうですね。まあ、コミュニケーション関係のとこで結構、まあ、がっつり尺を割いたと思うんですけど、もう一冊だけ、はいはい、じっくりここでは紹介しませんが、さっきの反応しない練習っていう本。はい。これもとてもおすすめなので、まあ、もし、ここまでのトークを聞いて、興味を持った方がいらっしゃったら、ぜひ、まあ、買ってみてほしいなと思いますね。なるほど。まあ、手短にどんな本でどこら辺が面白いと思ったのかって簡単にご紹介できますか？私がこの本で一番残ってるのって、結局その自分がこうしてほしい、ああしてほしいって誰かに思ってたとして、人を変えるのは無理だから自分の捉え方だみたいな話とか、なんかあとはその、うん、誰かから怒られた、キレられたみたいなことが、ネガティブなことがあったときに、それなんか誰かから怒られたことは事実だけど、それを受けてどうリアクションするか、へこむのか、まあ、その跳ねつけるのか、指摘だけ受け取って、建設的に改善して、傷つけるような言葉は受け取らないようにするのか、こういう反応の仕方は自分の中にあるのであって、事実と反応は違いますということっていうのもわきまえまして、そこをなんか切り分けましょうっていう考え方をする。そうすると、ネガティブなことが起きても、フラットに受け止められるようになると思うんですよ、うん、悪い出来事に対してどう立ち向かうかという、そういうメンタルなんかメンタルモデルというかを作らせてくれるような、そんな本だと私は理解してます。もしかしたら違う本のことだったかもしれませんが、おおよそそんな感じだった気がします。うん、なるほど。あ、でも橋本さんが面白いと思われたポイントはすごく分かって面白そうだと思いました。なるほど。はい、ありがとうございます。うん、そうですね。なんか、良くも悪くも、まあ、他人は他人だからねっていう。うん。なるほどね。さっきのあんまり、こう、人を、こう、あんまりなんか、コントロールしようとするなみたいなのは、はい、カーネギー先生のところから一貫してね、はい、なんか言われているような気がするので、はい、大事なことなんでしょうね。はい。はい、ありがとうございます。いや、面白い話がたくさん聞けて、楽しかったです。よかった。はい。では、今日のところは以上で終わりたいと思います。じゃあ、橋本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。